はい、皆さんこんばんは、栗のすけです。今日はホワイトニングをしにチョコザップにやってまいりました。はい、前回のね動画で残念ながらホワイトニングできなかった栗のすけ、悔しい思いをしたので、その数週間後にやってきました。さあ果たして今日はチョコザップの中にホワイトニングができるでしょうか。前回ね、なんだっけ、マウスピース、マウスなんとかが、なかったので、できなかったので、どうしたかというと、じゃじゃん、買ってきました。ピントが合わない。ピントが合わない。ピントが合わない。これだ。メルカリで売ってるんだよね。このマウスなんたら。名前覚えろよな。マウスなんたら。たので、買ってきました。これで、ここでこの装置がなくてもできるので予約をしてきましたので、早速これを使ってホワイトニングをしてこようと思います。まずはホワイトニングルームに入ります。はい、中に入って鍵を閉めて説明を読みます。毎回思うけどこれ怖いな、この口。はい、これをね、今日は買ってきたので大丈夫だと思います。はい、その前にちゃんと在庫があるか確認をしようと思います。ここにね、歯ブラシが入っていて、あとキシリトールが入っていて、ここにマウスオープナーが入ってる。だる買ったのに入ってる、あるんかい。あるんかい。なんだよ、無料で手に入るんじゃん。これ420円で買ったっつーの。せっかくなんで無料の方を使っていこうと思います。中身はねこんな感じ。実はねこれね、裏表があるんで間違わないように装着をしていきます。はい、モザイクかけてんだけど、ブサイクだなこの顔、この顔、輪郭パンパンみたいなのになってるんですけど、まあ、こんな感じで装着をしていこうと思います。マウスオープナーを装着したら、歯ブラシにキシリトール成分を塗って歯全体にまず塗布します。まあ、ここはね見ててもしょうがないのでカットしますよ。青い光が出る機械にこのようにセットします。あ、サングラスはね、ちゃんと忘れないように、こうね、オレンジ色のサングラスがあるので、これを装着しながら、8分間、照射していきます。この8分間がね、暇なんだよね。スマホ見てらんないしさ、なんだろうね、この8分間じっとしてられない大人です。はい、こんな感じでレーザーをずっと当てていきます。LED を照射した後はブラッシングをして、もう一回液剤を塗って終了という形になります。さあ出来はどんな感じでしょうか。ここから先は精神的有害な画像が流れます。お食事中の方や精神が弱い方の動画を止めてください。けど見たいでしょ。お、これ結構変わってるんじゃない。正直ね、1回じゃ効果は出ないみたいなんだけども、なんかうっすらとね変わってる気がするんだよね。はい、実際のところは数回、数週間行くと変わるらしいので、まあ、ここから先もねちょっと週2回ぐらいは通ってみようと思います。はい、またね動画でねこれちょっとね経過報告していこうと思いますので、数週間後に動画アップしますので、よろしかったらチャンネル登録してお待ちください。あとチョコザップの紹介コード概要欄に貼っておきますので、よかったら使ってください。月300円割引になります。月300円って結構でかいよね。3000円のうちの300円だからね。そんな感じでまた結果報告していきたいと思いますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。